びっくりしたやん。どうしたの？自宅前に立ってるだけですね。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、ゆるみの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、ゆるみの館へようこそ、お越しくださいました。はい、ということで、今回は、昼下がりの雪降る村、またたび村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では、夢を取りするためにインターネットのおつなぎしますわね。ということで、またたび村に出発。はい、またたび村に到着。おお、雪降ってる降ってる。夢の世界へようこそ。あなたは今、またたびという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、魅惑のまたたびの世界をご堪能遊ばせ。まだね、こっちは雪とか全然降ってないし、この冬に入ってから。え、多分降ってないはず。寝る間とかになかったよね。わからんけど。これ何？あ、キキララなステッキ。いいやん、持ってこ。キキララなステッキ。イエーイ。和風な感じの村なんかな？あ、でも結構なんか、レンガとか敷き詰められてあるから、そういうわけでも、ないのか？さあ、それじゃあ、ちょっと一軒目の家に、行きますか。クリスマスとかも、全然雪降らんかったし、あ、なんかこういう感じの道めっちゃいい。なんかここすごくいい。なんかこの空間すごくいい。はい、それじゃあ一軒目ね。さっき誰かうろつきよったよね。多分ここの住人さんだろう。しおりちゃん、シチューが食べたいな。同じくシチュー食べたい。この間そういえばシチュー買ってきたわ。食べよう。食べよう。お邪魔します。ん？なんかいろんな人の写真が飾られてある。あ、しかもあれじゃない？これ住人さんたちとかじゃなくって、なんかゲスト動物というか。ね、なんかそういう感じの動物たちやん、みんな。すごい、こんなに集めとるの。どうやって集めるかが全くわからねえ。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、左側は、なんかめちゃくちゃ騒がしい感じのお部屋だな。おもちゃとかをここに、寄せて置いてある感じなんかな。ね、かわいい。これ全部クリスマスプレゼントとかでもらったやつやったりして。こういうのもらえたら感動するよね。置き場所にはちょっと困りそうやけど。はい、そして右側の部屋へ。お、右側はなんかすごいシンプルで綺麗。台所？なんかな、ここが。いいね、いいね。好きな音楽を聴きながら、ここで料理をすると。私も家の中至るところにね、ちょっと、アレクサとか置いてあって、めっちゃ、どこででも音楽かけられる状態なんやけど、お風呂に入りながらとか、洗面所で歯磨きながらとか、トイレの中にもあったりする。はい、それじゃあ2階へ。お、門松飾られてあるやん、お正月や。もう2階なんかめっちゃ綺麗。そしてすごく明るい音楽が流れている。いいね、お茶しながらケーキを食べる。まあ、なんかケーキね、私インスタにも載せたけど、クリスマスケーキめっちゃ美味しかった。ちなみにあれ、生クリームとチョコのケーキがこう半分半分になっとったんやけど、ワンホールが。私はチョコ側が好きやった。チョコ側が美味しかったよ。ちょっと生クリーム側はイチゴの主張が激しすぎたかな。
おー、びっくりした。びっくりしたやん。どうしたの？自宅前に立ってるだけですね。はい、それじゃあちょっと橋の向こう、あ、橋の向こう側ではないんか。一応こっち側のエリアではあるのか。これは水？一応湖っぽい感じなのかな。湖？湖？池みたいな感じかな。湖にしては小さすぎる。自分で言ってちょっとびっくりした。一人乗り突っ込みですね。お邪魔します。雪の積もった屋根いいよね、なんか。ほ、ここにも。ここはここでまた別の写真たち。え、めっちゃ悪いやん。すげえ。すげえ、素晴らしい。冬が一番好き。マジで？でも冬の空気は好きなんやけどな。ただ寒いのが嫌なんだ、私。はい、左の部屋へ。お、クリスマスだ、クリスマス。いいね。ちょっと前に戻った感じ。クリスマスプレゼントたっぷりもらってるじゃねえか。たっぷりもらってるじゃねえか。良きだね、良き。あ、ちなみに私はクリスマスの日に、いろいろとこう、プレゼント当選品やけど、プレゼント、アクセサリー類がね、わーっと届いて、すごいご機嫌なクリスマスだったよ。あ、こんな日に届くとか最高じゃねえかと思った。まあ、特にクリスマスに、どこかにアクセサリーをつけて出ていく予定もなかったけどね。はい、右側は、お、高級車を乗り回しているのね。なんてこと、いいな。いいな。私はもっぱら移動は自転車なので、羨ましい。まあ、車の免許自体持ってないしな。免許ぐらいは持っといた方がいいんかなって思うんやけどね。思ってもう何年経ったよって感じ。ほい、2階。お、あったかい雰囲気で良きですな。なんか焼いてる？目玉焼き焼いてるのか。私は目玉焼きは、醤油でもソースでもなく、塩胡椒派です。基本なんか塩かけとけば食べれるかな、みたいな。いや、でも普通に美味しいけん。みんなもやってみて。醤油かソースかってよく聞くけどね、どっちでもないんだな。でも多分どちらかといえば醤油やと思う、私は。はい、そして3軒目の家は向こう。美味しい梨がここの特産ですか。いいね。アヒルの旗。アヒル、かわいい。そういえばさっきからあれか。トリケイ住人さんが、まあ、多いっていうか、二人目やけど。トリケイ住人の村なんかな？お、サンタの帽子を。あ、サンタです。そんな軽く、そんな軽く目の前現れちゃっていいんすか、サンタさん。正体。ここがサンタさんの本拠地ってこと？めっちゃカフェやけど。めっちゃカフェやけど。でもなんか、なんて言うんやろ。子供向けの番組だとか、子供向けじゃなくてもかもしれんけど、こういうカフェが秘密基地みたいなのって結構ない？なんか普段はこう、ね、カフェなんやけど、そのカフェの地下だとか奥だとかは、なんか、ヒーローの秘密基地的な。なんかあることない、そういうの。ガッチャマンとかゴレンジャーですね。はい、左側。あ、めっちゃ植物に溢れとる。いいね、いいね。何がいいかな？ポトスとか可愛いんかな？サボテン。サボテンも良さげやけど。なんか部屋でちっちゃい植物で育てるとしたら。え、ポトスもちっちゃい版とか別にあるよね。なかったかな？なかったかな？で、なんか、まあ、なんかゆるーく育てれそうな感じ。なんか、あんまりにも、すぐに枯れてしまわないような感じの植物が育てたい。はい、そして奥の部屋へ。
ほ、奥。あ、やっぱり鳥系住人の部屋じゃないわ、村ってことなのかな。これが多分今いる住人さんたちなんじゃない？違う？いや、きっとそうなはず。全部で10人おるし、ちゃんと。住人が10人ですね。何？誰か誕生日なの？いいね、いいね。何が焼けてるの？あ、またしても？またしても目玉焼きですか？なるほどね。これハッピーバースデー。誰かの誕生日らしい。こういう何系住人とかで固めるのって難しそうよね。あ、でもそっか、カードとか使ったら全然いけるんかな。カモミちゃんが可愛い、カモミちゃん。見た目めちゃくちゃドストライクなんよね。ケチャップちゃんも良きやと思うんやけどね。さあ、それじゃあ、右側の部屋へ。お、右側なんだか派手だな。個性的。こういう車ってさ、いつも思うんやけど、屋根は一応あったりとかするの？閉まるの？じゃないと雨の時とかビシビシよね。やばいよね。やばいよね。そして私、アニマル柄、ヒョウ柄、まあ大好きやけど、ああいう派手な車はちょっとな。ああいうのはちょっと苦手かな。私、パステル系のレオパード柄とか多いけんね。はい、それじゃあ2階へ。あんまギラギラしてない感じ。お、2階にも植物が溢れている。良きですな。あ、ここは寝室ってことか。なるほど、なるほど。緑に囲まれとったらなんか空気が綺麗そうな感じする。ね。悪い空気を全部吸ってくれそうな感じ。そして地下へ。ほ。地下は、お風呂ということ？そういうわけではなく、やっぱりちょっとした秘密基地みたいな感じなのでは。違うかな。違うかな。この扉の向こうにきっと何かが。やっぱりちょっと怪しげな雰囲気やんってちょっと思ったよ、私は今。はい、お邪魔しました。あれ、サンタさん消えてる。なるほど。その場で正体は明かしたけど、すぐに消えてしまうという。なんかあれやね、ちゃんと、色ごとにやっぱりみんなすごい。あ、いいね、なんかこういうの。なんか、サンタさんの家の周りめっちゃカラフルやったけど、お、おった。カラフルやったけど、こっち右側の方行ったら、白と紫。そして、ピンクと赤。で、こっちが黄色と、オレンジ。これ、イルミネーションと思ったら、さらにめっちゃ綺麗な感じに見えそう。映えや映え。最初の頃は私も色を気にしてちょっと設置していこうかなと思ったんやけど、途中でちょっと、あーってなったね。今年も寒いな。毎年毎年徐々に寒さが増していきよるような気がするんよね。ちょっと和風な感じかな、ここは。お邪魔します。お、ここにも。え、これも全部被りなしなんかな？やばいな。一応この、なんか普通のトタキ系と、ん？普通はあっちか。と、なんかちょっとこう、あ、こっちが DJ やね。封筒みたいな感じであるんか。すごいいっぱい。羨ましいんですけど。はい、そして左側の部屋。どういう感じなんだ。めちゃくちゃ和風というのはわかる。めちゃくちゃ和風というのはわかるよ。私なんか知らんけどさ、こういうの見たらめっちゃなんか探偵って思ってしまうよね。なんでやろ。なんか探偵事務所の入り口とかこんなんない？ああいう感じの。はい、そして右側の部屋へ。お、右側はなんかずらっとベッドが。何？どうしたの？でも7人の小人ではないんやね。6人。なんか、6人きっと可愛らしい子が一緒に住んでいるんだね。姿を現してはくれないのかい？
めっちゃなんか急激にメルヘンな感じに私は想像した。ほい、そして2階へ。お、2階はなんだかちょっとだらしない感じなのね。若干だらしない感じなのね。なんかそれぞれの部屋で全然雰囲気が違うね。私は1階の右側の小人が住んのかどうかわからんけど、小人が住んでそうなあの雰囲気、ちょっと好きよ。なんか僕物でああいう感じのとこなかったっけ？コロボックルのやつ。姿は現してくれんかったけど、きっとこの家には、コロボックルか、小人か、妖精か、そのあたりが、住んでいるはず。マグロちゃんやマグロちゃん。私の村にはいたことはないけれど。なんかこっち側の方が和風っぽい感じするよね、やっぱり。この広場周辺。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、雪、どうかな？春までには、まあ降るとは思うけど、いつ頃降るやろ、こっち。